北向観音は、長野県上田市の別所温泉にある、天台宗の寺院。近隣にある、天台宗上落寺が本望であり、その伽藍の一部として道寺が所有、管理する。寺伝によれば、平安時代初期の天朝を二年延人によって、上落寺と共に改装されたとされる。旧世紀にも、火災の伝説が残る。安奈2年、平惚れ持によって、大伽藍として、 大改修が行われたが、基礎義仲の陛下により消失した後、源頼朝により再興。鎌倉時代の県庁を4年には、北条国寺によって再建されたと伝えられる。江戸時代に至って、元羅7年に、山道の脇にあった長楽寺が廃絶されたため、上楽寺の直轄となった。聖徳3年に消失し、8年後の教法6年に、現在の道が再建された。 その後、たびたび修復を加え、昭和36年に造改築は施し、禅光寺の本堂と同じ種目づくりとなる。北向観音という名称は道が北向きに立つことに由来する。これは、北斗七世が世界のエコとなるように我もまた一切主張のために、常にエコとなって再度をなさんという観音の誓願によるものと言われている。また、禅光寺が来世の利益。 北向き観音が現世の利益をもたらすということで、善光寺のみの参拝では、傾りになってしまうと言われる。観音堂に隣接する温泉薬士留理殿は、火災の後、文化6年に地元の薬師校により再建された。愛禅堂の近くに縁結びの霊木として崇められている、愛禅桂の巨木がある。愛禅桂最寄駅は、上田電鉄別所線の別所温泉駅。 北向き観音がある塩田平周辺は、新州の鎌倉とも呼ばれ、かつて延殿北上市の拠点として栄えたことから、鎌倉時代から室町時代にかけての中世の文化財が多く集まる。ありがとうございます。